45万円のお味はどうですか。素材が変わりました。これも303パターンと同じ素材です。私が、もう直前まで悩んだ、実際の使用しているボールを、なんとご用意していただきました。KBS のツアーリミテッドが入ってる、ムク、はい、さっきの、はい、45万、変わった色してる。あ、構えた時の感じですか、うん、そうそう、ちょっとなんかやっぱりちょっと違うねって感じ。うん、うわ、なんだこれ、変な感じ。音はなんかちょっと違う。うん、45万円のどうですか。お味はどうですか。おお。おお。ガチレビューしていいですか。どうぞ。忖度ないレビュー。忖度なく言うよ、はい。正直に言いますよ。はい、優しい。あ、優しい。優しい。こんな優しいと思わなかった。正直、あ、ちなみにさっきから私モルフ5のプレイステージさんの方に、お邪魔させていただいてるんですが、メーカーの損得一切ございません。はい。何一つ案件ではございません。素直なお話をさせていただきますが、今まで今今日打った中で、あれだけちょっと異次元に優しい。優しいんだ。優しい。とにかく優しい。S50C。素材が違います。素材が。あ、さっきの。素材が変わりました。値段は。お値段は据え置き、はい、ちょっと固めですね。値段の違いを、重さも一緒です。はい、あれはわかるわ。面白い。吸い付く量が違う。全然違います。いやでもめちゃくちゃいい。今びっくりした。今スピンも良かったし、うおー、見た目もいいですね。うん、どうぞ。口打ちやすいわ。買うしかないですか。買わないよ。買わないよ。はい、まあ本気出したら1本買うかなって、まあ、あ、そうでしょ。だから 1本だったら1本だったら何を。でも1本でも買えるんですよね。はい、303パターと同じ素材です。あ、まだ来たい。アイアンはないです。はい、あ、これはお値段は背負い背負いちゃった。やっぱりまずこんなの打たしてくれるとこないですよ。確かに、こんなの3本も出てきたよ。この YouTube 見てここにビッティング来た人がこれお値段もらってきたら据え置きになる。変な流れができちゃう。うん、うん、ちょっと薄かったですね。はい、薄かったのに何のもんなんだね。なんか一番なんか高級感があるように感じる色が。どうですか、その今の1番目、2番目、3番目。一番良かったのは2番目。2番目は、S50C。 一番硬い。これが一番硬いやつ。やっぱ硬いのに慣れてるからっていうのかな。が一番気持ちよかった。私が、もう直前まで悩んだ、うん、あ、はい、はい、ピンの A、 ピンのブループリント、はい、はい、あのトニーフィナウがこのアイアンどうなの、うん、はい、このアイアンで打てない弾道ないよ。ほんまかい、はい、で僕一回ね、あのテレビの番組の方でマッスルバック打ち比べ企画やったんです。その時にこれ打って、あ、ほんまやって言いました。これはね、感動した覚えが。結局ね、タイタンのテーラーになっちゃった。ちっちゃいな。やっぱり。ちっちゃい。ちっちゃいなと思ってダメだ。確かに。結構ヘッドとしては大きいですもんね。いや、うん、ダメだ。いや、あれチートだわ。それ高いわ。
いや、あのさ、こだわりがあるから高いんじゃなくて、普通に物がいいから高い。うん。僕からなんかもらってるわけじゃない。普通にあれは、それはそうだ。うん、よっしゃ。よいしょ。いいな。うん、フルプリント。あら、ほら。ほらそういう感じになるじゃん。あのバス大きいのでねえ、そうなんですよ、これね、薄いじゃない、うん、でバスが大きいの、うん、潰して打つもよし、あげるもよし、うん、なんか映ってますね、これあの候補カメラですね、あの記録の時のですね、ドンピちゃん、はい、読者です、うまっ、これほんのちょびっと出てるんだ、これ見えてるのが、そうそう、これここあ、ほんとだ、チラッとチラ見せ、お、すごいすごいすごい、面白っ、てってれれってってってれれれれ、ほら見て、ほらみんな見た、みんな見た、ボールがフェースに乗っかってる時間何秒ありました。コンマの世界だと思う。いや、そうでしょ、それをさ、今乗っかったねとか言う人、ほんま恥ずかしいから、マジで言うじゃん、まあまあまあ、みんな言うじゃん、まあまあまあ、しかもそんなに上手くない人が大体、まあまあね、いや、だってうちでもいたもん、あのハンデ3の人に、うん、ハンデ3の人のベンチを借りて、うん、まだ80切ったことない人がベンチ借りてボンボン打ってて、いやー、ちょっとフェース乗っかんないですよね、俺のやつ結構乗っかるんです、ちょっと誰かさ打ってみてくださいって、うん、結局打って、いや、ちょっと乗っかるとか分かんねえんだって、ハンデ3の人はずっと乗っかんねえって。フルプリントやっぱいいっすか、いい、うん、でしょ、すげえ、あ、来たよ、しかも実際の使用してるボールを、はい、なんとご用意していただきました、あ、そうなんですか、しかもこの間売ってたやつ、本機からこちらの XS に変えたんですが、はい、動画でね、あ、確かに動画でやったんでしょ、動画でやったんだけど、これで結局合わなかったら合わないよね、まあまあ、まあ、使ってるやつですもんね、これ私はもう XS なんで、はい、さすが、すごい、すごい、なんだこの店、もう住みたい、近いからね、いいかもしれないよ、いや、多分拭いてきたらいるよ、俺、あ、マジで、若干さっきので、なんか煽ってない風な、なんかデータだけだけどね、まあデータ上はね、そうそうそう、ちょっと出てたかなっていう、そこは、いや、タイガーの忖度が入ってんの、いや、ない、普通に、本当にちょっと入ってる。入ってんのかい、タイガーがこれにこっそり返したの、ちょっとタイガーがそれにこっそり返ってたら、その日に返ってる。だけど、タイガーでしかないじゃん。そんなことないよ、全然タイガー好きじゃない、タイガー強めで好きじゃないの、まあ、プロの中ではまあ悪くないよねっていうだけ、嫌いなの、死ぬ、愛してる。僕は飛距離アップっていうのは正直もともとできるもんではないっていう体で物事考えてたので、なんとなく5ヤードから10ヤードふわっとちょっとでも距離が伸びそうな雰囲気だけ出しとけばゴルフ人生って楽しいんやろうなって僕は思ってたんです、もともと。でも本当に実際にそういう距離が伸びる人間を見て、これはちょっと広めていかなあかんなって、もともとからこうずっとある理論というかドリルというかっていうのはもう大体試してきたんですけど、このまんまじゃあかんやろ、本当に結果の出るものっていうのをどうやって作ったらいいんかって思ったのが、まあもともと最初のきっかけなんですね。